閉院後の北青山病院北青山病院はかつて東京青山にあった総合病院である。正式名称は医療法人社団清潤玄会北青山病院で所在した青山表参道地区においては東京都職員共済組合青山病院に次ぐ規模であったが2008年春に閉院、法人も2010年に解散した。1 9 5二年に 青山外科病院として開設され、1982年に北青山病院と解消した。閉院前の病床数は48で、内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科、肛門科、肛門科自備院校科、リハビリテーション等用し在宅医療や人間ドックも行っていた。閉院後の北青山病院病院は診療所には、 直起すべき特色を持たなかったが、東京、表参道の一等地にあったことから、しばしば世間の地目を集める話題に関わった。1986年4月に投身自殺したアイドル、岡田幸子が投身同日にガストリストカットにて自殺未遂を行った際に、南青山の自宅マンションから救急搬送された病院として知られ、同日はマスコミが病院に殺到した。 また、2007年9月には、病院の土地建物を共同所有していた、病院理事長と法人が約47億円で、不動産ファンドに売却したが、その際法人に売却益のうち、約31億円の所得隠しがあったとして、東京国税局が税務調査を行っている。さらに、この病院不動産売却に関しては、 交渉に当たった、清潤会理事で不動産ブローカーが別の病院事業で得た利益10億円の所得隠しをしていたほか詐欺罪で起訴された男だったほか、不動産売却益のうち多くが当時の理事長に渡ったとして、清潤会が同理事長に対して利益返還訴訟を起こすなどトラブルが相次いでいた。ABC 北青山病院閉鎖後の不動産。 売却益31億円所得額し、毎日新聞平成22年10月30日、医療法人機ヨシル会北青山病院青山、表参道商店会、平成23年5月8日閲覧 ABC、税金徴収は難航東京、表参道の病院売却医療法人30億、所得隠し、スポーツ日本、 http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/10/30/kiji/k20101030z00850.html2017 年9月13日へ釣らん朝日出版社。<ッ><あさひ> 岡田幸子愛をください1988年7月、出版医療法人、清吉淳会が30億円所得学士、産経新聞平成23年1月20日、平成22年8月提訴、表参道393、株式会社グリーンシード、2017年9月13日閲覧、ありがとうございます。